一緒にいるとイラっとくるせっかちまたはのんびりさん。長野県飯田市むーちゃんの一緒にいるとイラっとくるせっかちさん。家族で食事中。そうね、美味しいよね。ごちそうさま。先に食べ終えた父が、よし行くか。え、お父さんいい加減にしてよ、まだ食べ終わってないんだけど。すぐに帰ろうとすること。早く食べろ。愛知県名古屋市マムムさんの一緒にいるとイラッとくるのんびりさん。私はレストランでメニューを決めるのに、よし、ペペロンチーノにしよう。あまり悩まず直感で決めるが、どうしよう。夫はメニューに穴が開くのではないかと思うほどじっくり見て悩む。じゃあハンバーグステーキかな。やっと決まったと思い、すいません、店員を呼ぶと、ちょっと待って、やっぱりチキンステーキにしようかな。決まったって言ったじゃん。お待たせいたしました、ご注文お伺いいたします。すいません、ちょっとまだ。そこからまた悩み出したこと。ということで、一緒にいるとイラッとくるせっかちまたはのんびりさん。